はい、ということですぐ再開しました。はい、はい、よろしくお願いします。即日本撮りの2本目です。はい、2本目です。じゃあ開始していきます。はい、もう速攻よ。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンです。と、今週もゲストでこの方が来ております。はい、皆さんこんばんは。毎週水曜夜9時、フリームラジオのパーソナリティを務めていますナルトラと言います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先週は誕生日だったということで、何か浮かれて気がつけば1週間経っていたの、はい、そうなんですよ。あれあれ、あっという間でしたね。あっという間でしたね。もう18日ですよ。はい、早いですね。てねてね、はい、はい、この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。あのさっき、なんだっけ、オフトークの時に、ちょっと旦那のことを言った、誰が酔っ払いよって、はい、っていうので、ね、ちょっとそれに一瞬みんなで吹いてしまったという、はい、ね、サッチーさんの旦那さんの一回くるさんが、はい、びっくりした。なんてタイミングがいいんだろうっていうね。ですね、はい、既読にならないから見てないと思ってたら見てたんだな。はい、はい、ではこの番組の紹介をしたいと思います。お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ .sach@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、皆さんの、ツイキャスのコメントをどんどん拾っていきます。ツイッターではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいね、ということで、ツイキャスの方が来てますので紹介したいと思います。お願いします。プレイグさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。陸海空さんは読んだので、よナルトラさん、今日もいい声と来ております。ありがとうございます。沖縄大好きさん、したしたしたプレイグさん、サッチーさん、キャンさん、ゲストのナルトラさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。どうしようかな。早速曲いきましょうかね。はい、お願いします。青山テルマでおにぎりです。どうぞ。こんな曲あるんですね。あるんですよ、おにぎり。そう。今日も買っちゃったよ、おにぎり。いいっすよね。そう、あるんだよね、おにぎりって曲。いろいろあったんですけど、その中でもいいなと思って。こういう感じの曲で僕は好きなのは、あの日本の米が世界一って曲です。ああ。石首獄門同好会。はいはいはい。Everybody to Q-Tron! Everybody to Cut-Stone! すげえ。あのサビがめっちゃかっこよくて、日本の米。うん。なんかおにぎりで検索したらたまたま出てきてて、はい、で曲聞いたらおおと思ったんで、かっこいいですよね、うん、こっちの方がね、僕も聞き慣れてないので、あ、日本の米は世界行っちゃったしか聞いたことあるんですよ。
青山テルマさんはやっぱ結構ラップうまいので、あ、結構海外向けに作ってるのかなって感じがします。はいはいはい。おにぎり、おにぎり、もうこれ癖になる。面白い曲が。おにぎり、おにぎり、おにぎり、ちゃんとおにぎり、おにぎり、おにぎり。もう多分すでに。お酒一缶二缶ぐらい空いてないですか。空いてますよ。曲が終わりますね。お聞きいただいたのは青山テルマでおにぎりでした。というわけで、今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは好きなおにぎりの具材です。もうこの曲が出てくるということはもうこういうテーマだろうなと。はい、おにぎり、おにぎり、おにぎり。今日も買っちゃったよおにぎり。そうなんですよ、18日がおにぎりの日ということもありまして、今回はこのテーマにいたしました。ナルトラさんは何か好きな具材あります？おにぎりの。やっぱりあの、まあ、沖縄にしかないおにぎりの具っていうとやっぱ肉味噌ですかね。あ、油味噌ですね。あ、ごめんなさい、油味噌か、ごめんなさい、油味噌好きですね。おー、まあ、それ以外だとシーチキン、うんうんうん、ツナマヨですか。ツナマヨ、はい、はいはいはい。まあ、この2つがやっぱりツートップかなと自分の中では、うん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 、はい。キャンさんは何か好きな具材あります？おにぎり。僕はもうオンリーワンですね。オンリーワン。はい、梅干しです。あ、酸っぱければ酸っぱいほど大好きです。なるほど。はい、私もちょっとナルトラさんと被るんですけど一部、はい、一番よく食べるのがツナマヨなんですよ。ああ、そうそうなんですよ。じゃなければ、ね、あの紅鮭、鮭もいいですね。はい、はい、鮭も美味しいので、はい、結構好きなんですけど、メールが来ておりますので紹介したいと思います。お願いします。サッチーさん、ナルトラさん、スタッフ、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。トゥインクルちゃんです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、好きなおにぎりの具材。私の好きなおにぎりの具材は鮭です。一緒ですね、私と。はい、子供の頃から好きなので今も好きです。塩おにぎりも好きですと来ております。確か、先々週になりますね、放送上ではそうなりますが、はい、ひふみさんも確か塩おにぎりが好きと放送上で言ってましたね。もう具がない、具がない塩おにぎり、はいはい、あれもごめんなさい、あれもまた、はい、あの、なんですか、やっぱ塩の味、この塩気の効いたご飯、はい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 、あれもまたいいはいいんですけどね。あ、ちょっとこう毎回食べるには物足りない気はしますけどね、僕は、はい、塩おにぎりって言ったらだから何か他のものと食べるってイメージなんで、はいはいはい、チーミーとか運動会ってイメージですね。あ、あとは僕はで言うとカップ麺と一緒に買うのだったら塩おにぎり。おですね、確かに。なるほどなるほど、はい、
ツイキャスの方でプレイグさんが、好きなおにぎりといえば一周回って昆布あ、はいはいはい、ありますね、ありますね。コンビニなら昆布、おかか、ツナマヨ。はい、ツナマヨは私とかぶりますね。やっぱり大体この3つはどのコンビニでもかぶりますね。ありますね、ありますから。へーへーへー。ではでは次のメールに行きたいと思います。お願いします。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。ラジオネーム名古屋のダンサーズでございます。ありがとうございます。好きなおにぎりの具材ですよね。難しいな。今は様々なバリエーションが決めかねるのですが、ただこれだけは美味しかったと思うのがちりめんじゃこと梅が入ったものでした。あ、ちりめんじゃこ名古屋にあるんですかね。沖縄では見たことありましたっけ。ちりめんじゃこは見たことないと思います。ですよね。確かに。これが美味しかったです。また以前ですがおにぎり専門店で買ったとろろ昆布のおにぎりも美味しかったですよ。 おにぎり全体をとろろ昆布で巻いているので美味しかったです。これはおにぎりに入っているのか分かりませんが、天むすは安定した美味しさですね。皆様は変わり種のおにぎりはいただいたことはございますかと来ております。なんかありますか。なんか徳島にしかないとかっていうのもあります。徳島にしかないでおにぎりっていうとそんなにないですね。あの徳島でのまあもともとこう徳島でしか売ってない海苔を包むっていうのはあるんですけど。海苔を包む。だから海苔です。あ、はいはいはい、あのおにぎりを包む海苔にその徳島でしか売ってない海苔を使うっていうのはあるんですけど、はい、具材として独特なものっていうのはちょっとないですね。今多分名古屋の天むすっていうのは、はいはいはい、名古屋エリアの多分発祥の、おにぎりというかおむすびというかです、ね、だと思うんですけれども、うんうんうん、はい。ラントさん来ております。こんばんは。サッチーさん、あ、お隣の方誰と来ておりますよ知ってるくせにプレイグさん、カップ麺と一緒でも味邪魔しないからいいって来てますね。これ塩おにぎりですかね。そうでしょう。もしくは昆布のおにぎりですかね。ですかね。天むすなら話せるよと来ております。ラントさん、はい。あ、そっかそっか、ランプさん、愛知県の方ですからね、はい。メールの方に行きたいと思います。6月18日放送分、好きなおにぎりの具材、ラジオネーム進撃のめいちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。もしかして2週続けて…てんてんてん、ナルトラさんご出演でしょうか。います、いますよ、はい、いますよ収録お疲れ様でございます。好きなおにぎりの具材、やっぱツナマヨでしょう。あのツナとマヨのコンビネーションは美味しい。皆様はツナマヨお好きですか。ちなみに好きな具材で具材に入るかどうか迷うのが肉系よね。キャッチーごめんということで、牛丼、そぼろ煮とかね。ちなみにFM ギノワン近くの某コンビニ、かっこ沖縄限定で、こんなの売ってますよねと来ております、ね。見えますか、ナルトラさん。これ、何の具材が。何の具材ですかね。これ、さっきの油味噌ですかね。油味噌ですかね。にしか見えないですけど、私には。牛肉そぼろ煮とか、ちょっとわかんないですね。ちょっと、ね、何だろう、何だろう、やっぱり油味噌にしか見えません、私には。あ、書かれてるじゃん、大きなおにぎりツナ味噌とか書かれてます。あー、だからツナマヨのマヨの代わりに味噌使ってるってことですね。そうですね。あ、またちょっとこれは新しい組み合わせですね。初めて見た記憶もあるけど、多分どうだろう、某コンビニで売ってるそうです。はい。
メールは以上になりますね、今日は。早っ。あっという間でしたね。あっという間でしたね。なんか他に、なんか、ナルトラさん好きな具材あります？そうですね。あと、まあ、あと考えるとすると、やっぱその肉系のおにぎり、たまに、牛カルビとかが入ってるやつとかあるじゃないですか。ありますね、確かに、ちょっとこうあの肉系行きたいときはそれとか、はいはいはい、選ぶとかですね、はいはい、あとはあの居酒屋行く前にちょっとだけ食べたいみたいなのがありますね。はい、あ、そうだね、確かに言えてる。あのプレイグさんがスパムおにぎりまだ食べたことないです、コンビニで売ってるけどと書かれてますね。食べたことない。あ、プレイグさんって青森県の方なんですよ。ですよね。あの全国展開最近してるらしいですね。なんかちょっと増えてきてるみたいですね。うんうんうん。ちなみにフォーク卵おにぎり、僕の母校があの発祥らしいんです。うん？うん？どういうこと？高校、高校、高校、小座高だったんですけど、はい、小座高校の売店が発祥ですって目覚ましテレビが取材来たことあって。へえ。へえ。ちょうどその時僕受験で受けてる時だったんですよ。はい、高校え、今から受けるこの高校が発祥なんて思いながら受験勉強の準備してました。あらららそうそう、ラントさんが言ってますけど、はい、ファミマで売ってるスパムおにぎり、あれも結構なんか最近バリエーション増えてきましたね。なんかね、最初はもう単にスパムおにぎりってだけだったんですけど、なんかフレーバーもね増えてきてるような。結構増えてきてますね。なんか、はい、高菜とかも入ってるのがあったりとか、まあ、まあ、まれではないでしょうけど、普通にあのツナマヨが入ってるスパムおにぎりとか、私、はい、最近までよく食べてたのがそれだったんですよ。はい、っていうのもあのスパムとやっぱり卵とツナマヨが入ってるんで、はい、大好きなんでツナマヨが。あ、その組み合わせはまたさらにいいですね。そうそうなんです。よだれです。よだれものですね。そうなんです。はい、で、なおかつあれ、1個が結構大きいじゃないですか。大きいですね。はい。なので、1個で お腹いっぱいになるという。あ、そうですね。もう1個で十分みたいな。そう、1個でもうお腹満たされるので。はい。私は最近これをちょいちょい食べてました。はい。近場にあのファミマがあるので、お家の近くに。ああ、いいですね。あと、ごめんなさい、あのツイキャスのコメントなんですけど、はいはい、あのプレイグさんが青森だとすじこ、すじこ、すじこって言ってましたね。へえ、すじこ、すじこ、どんなのだ、なんだろう、ちょっとなんだろう、ちょっと気になりますね。はい、あとラントさんは多分これ僕に言ってるんじゃないですかね。あの阿波踊りという、はい、あの鶏肉があるんですよ。あの阿波って徳島の古い名前、はいはい、まあ言った沖縄でいう、まあ、まあ琉球はよく言いますけど、はい、まあ言った徳島でいう阿波なんですね、はい、と、踊り、おの鳥、はい、で、あ、これであの徳島の昔からある踊りの阿波踊りに引っ掛けて名前つけてるんですけど、はいはいはい、確かにそ、その具材にしたおにぎり過去売ってたことは見たことはありますね。確かにこれは多分徳島の具材っていう、さっき僕思い浮かばなかったじゃないですか。はい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 、はい、ラントさんから出てきましたね。ありがとうございます。すごいすごい。地鶏ってやつですね。地鶏です。はい、そんなの美味しそう。いいな。ただしラントさん、あのナルトラおにぎりは売ってませんので気をつけてください、はい、コメント書いてます。はい、うわ、ナルトラさん臭いか、ちょっと考えるわねえ、もうあの42年ものですからね。ちょっとあのヴィンテージものになってしまう、はい、燻製されてそうですねあ、プレイグさん、あのコメントで筋子のこと書いてくれてます。はい、筋子知らないって言ってますね。はい、いや、あれ、筋子は鮭の卵の塩漬けでイクラみたいな感じですと。おー、イクラは確か醤油漬けでしたっけ。醤油漬けですね、あれ、はい、で、筋子は多分この塩漬けってことで、うん、同じなんですけど味が変わるみたいな感じじゃないですか。味付けが違うってことでしょうね。いっくんさん来ておりますね。こんばんは。いっくんさんは、いわきは天むすおにぎりですって来てますね。あの福島も、福島も出てくるみたいですね。なんかいろんな
やっぱ北海道か沖縄まで長いですけど、結構いろんなのありますね。ご当地おにぎり。ご当地おにぎりが。ね、すごいろんな具材があるんでしょうね。はい。って考えたら沖縄なんかご当地おにぎりもっとありそうですね。ですね。ね、まあ。個人的にはこれいけそうだなって思うんですけど。はい。海ぶどうおにぎり。海ぶどう？食感としても面白いし、味も結構しっかりしてるんで結構合いそうですけどね。ああ、どっか開発してくれるとこないかな。自分で作っちゃうかね。そうですね。確かに沖縄って沖縄らしいこう食材ってたくさんあるじゃないですか。はいはいはい。ですんで、ね、例えばタコスミートでも十分いけるんじゃないかなと思うんですけど。タコライスおにぎり。タコライスおにぎり。今あれ、タコライスおにぎりというか、なんかすし巻きみたいな感じので売ってはいますよ。あ、タコライスのやつ。はい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 。あるんですね。ありますあります。ファミマに売ってますよ。私最近それしょっちゅう食べてる。あれはおにぎりなんだろうか、寿司なんだろうかと思いつつ食べてます、いつも。ヤンキーさん来ております。単純にジューシーおにぎり、あ、やっぱ沖縄だとジューシーもおにぎりに入りますからね。そうですね、ありますもんね。ありますね。ね、売ってますね。売ってます。まあいろいろそう考えれば、なんか自分で作ろうと思えば作れるかも、逆に。はい、いろいろ考えたら。ゴーヤーおにぎり。うわ、私ゴーヤー苦手。ゴーヤーチャンプルーおにぎり。豚肉じゃなくてシーチキンでお願いします。そうですね、そうですね、客観的にはそうですね。はい、旦那の陸海空さんが、僕が作った爆弾ジューシー、ジューシーおにぎりは人気あるよ、でかいだけ、かっこ笑えって言ってます。笑っとけ笑っとけって。笑っとけ。関西風の。爆弾おにぎりって沖縄独特じゃないですか。あ、そうですよね。かまぼこで。かまぼこと、あと、あれも入ってますよね。ゆで卵。はいはい。ああ、具材ですね。はい、具材入ってる。あ、そう、糸満とか、あと、どこだったかな。あっちにもありましたね。道の駅、巨大。あ、巨大持ってるんですよね、確か。売ってます、売ってます、売ってます。でも、そうなんですよ。ヤン吉さんが、ゴーヤーでご飯を包む。ゴーヤーでご飯包んだら大変なことになりそうな、とんでもないことになりそうな感じですけど、ご飯まで苦くなり、苦めになりそうな気がしますね。僕はいけますよ。あのゴーヤーのモヒートってお酒が好きなんで。ああ、もう先までゴーヤーが健康に良さそうじゃないですか。ずいぶん下がりますが、沖縄大好きさん、お腹空いてきたって思います。やっぱりみんな、もうなんか今日だけは飯テロなんでどうにもならないですね。おにぎりの話はやっぱお腹空きますね。お腹空きますね。飯テロになってしまう。埼玉の郷さん、ポータマは安心する。確かに、うん、もう外しがない、外れがないですね。あれ嫌いっていう人あんま出会ったことないですもんね。ああ、そうですね。そうですね。もうアレルギーが絡む人以外は本当に。ああ、確信ついちゃった。あれチーズ入れても美味しいんですよ。ラントさんが鳥食べたいって、鳥。格好のもの。そうですね、もう食えないという意味でキャン君で。そろそろお時間でしょうか。はい、あと2分ぐらいですね。はい、なんかもっとなんか作ろうと思う、いろいろなんか私考え的にはそこまで浮かばないな。うん、でも稲荷もあれは稲荷寿司って、あれは寿司か、考えたら。そうですね、まあまあ売ってるところは近いんですけどね、コンビニとか。そうですね。はい、肉詰めみたいにとか、あ、肉詰め、あ、ゴーヤーを側にしてご飯を入れて肉も入れて、はいはいはい、みたいな、はい、そんな感じ。グレタマさん来ております。わさびたっぷりおにぎり聞いてはないけ、ないわと言いながらそれを選ぶ。わさびきつそう。まあ一緒に入ってる具によりますけどね。あ
あれがありましたね、確か。なんだかな。残り1分です。はい。マグロのたたき？そうですね。あれはわさび結構効いてますね。効いてますからね。はい、いきますね。では、来週のテーマに行きたいと思います。お願いします。来週のテーマは、あなたが残したい文化。ほう。ほう。ちょっと真面目なテーマになりますが。はい。というのも収録日の6月23日が沖縄慰霊の日となっているので、そこでですね、そうなんです、ちょっといつもと外れたテーマに、真面目なテーマに行こうかなと思いまして、はい、なので、まあ、あなたが残したい文化、いろんな文化があると思いますので、それをメールで伺いたいと思います。はい、ではそろそろ時間ですか。はいはい、では今週のお相手はサッチーとミキさんのキャンプ、2週間ありがとうございました。ナルドラでした。ではまた来週。ナルトラさんまたぜひゲストに行って、ブレイクさんが、ありがとうございます。もうそんなこと、ね、もう言っていただいて、いやギリギリでしたね。ギリギリですねもうでもうちの旦那が来た時より全然壊れてるの、まあ、そこはもうやっぱりね、喋り慣れてますからこういうところであでも旦那は初めてだったんですよ、はい、こういう場所に来るの、なんでド緊張もあってのお酒もありのでね、からそう、フリームーンもちなみにね、いつも慰霊の日前後は真面目な、もうテーマも慰霊の日として、はいはいはい、まあ、平和を考えるみたいな、うんうんうん、テーマで毎年やってます。おー、で、ゲストさんも毎年同じ人を呼びます。ほうほうほう、はいはい、今年も同じ人を呼びますお楽しみなんかうちの旦那が、あなたが残したい文化、文化ってこの文化じゃないよ、ラーメンの、ね、ラーメンの汁、ラーメンの汁あなたが残したい文化残しちゃいけない文化だったらいっぱい浮かぶんですけどね、はい、もうまあ残したい文化はもう沖縄でいうとエイサー、はいはいはい、徳島でいうと阿波踊り、もうこれは残してないといけません、うんうん、あと個人的に残したい文化として、うん、よく部活の先輩が言ってくれた後輩に対して、いやいや気ぃ使うな金使えっていう体育会系あるあるで先輩より箸つけたらいけないみたいな、あれがなかったんですよ、うちの部活。はいはいはい、みんながそういうタイプだったんで、困ってたら、何やってるよ、冷めるよ、気づかない、腹つかないあれは残していきたい文化です。そうですね。なんかいろいろ、今週で言ってもあれなんだので、再来週にコメントをじゃんじゃか言っていただければ。ということは、23日が収録ですね。はい、23日が収録です。はい、ぜひぜひ。ぜひぜひ。よろしくお願いします。では、また23日はリスナーとして聞きたいと思います。ありがとうございました。また、お呼びください。はい。はい、ありがとうございました。